皆さんこんにちは、もたいです。今回はブルーロックとコラボをしている花屋敷に行ってきました。浅草杯です。で、この時はグッズを買えるお時間が決まっていたので早速行ってきました。購入品は後でご紹介します。そしてグッズ売り場の近くにはこの子たちがいます。もうめちゃくちゃ可愛い、ミニキャラ大好きよ。でもね、全員取れなかったんですよ。あんまりわちゃわちゃするとちょっと迷惑になってしまうので、その時に取れる子を取ってきました。そう、無念。でも全然また次行く機会があるので、その時に連射をしたいけど、待って、今レオくんシャンパンを持っていた。え、かわいい。ちょっと怒ってるパンダかわいい。で、リンくんまでは取れたんですけど、サイくんが取れなかった。で、こちらがウォークラリーです。結構館内を隅から隅まで行く形でした。地図の高低差をちょっと読み解けなくて、うん、結構行ったよ、端から端まで。そしてこちらはいとしブラザーズの立ち会いパネルですね。仲がいいのか悪いのか、こんなに近くにいるのに隣には並ばない。偏見だけどさ、いとし兄弟ってちっちゃい時に、あら可愛いわね、お父さんとお母さんどっちも美人でしょう、わかんないみたいな会話は絶対にやったことある。そして花柄がじわじわくる。似合ってるよ二人とも。そしてこちらは絶妙な取り合わせではござらんか。立ち絵パネルをね、こう隅々まで見たいのよ。でね、うわ花柄だって、やっぱり花柄は一回確認したいじゃん。イサギくんの花柄が見当たらなくてさ、いやー開けてくれ。まあ、確かにね、この辺りとかに花柄があったんだけども、こう大きな花柄が見たかった。なかなかないじゃん花柄って、なかなかないんだよ。この機会逃したくないんだよ。やだ、また大パンしちゃった。で、めでたい位置にナギ&レオがいました。ナギくんとレオくんに挟まれながら写真が撮れるけど、ちょっと私ナギ&レオの間に入るのはできないんですよ。あくまで私の住んでいる村の掟なので、他の村の方々はもうじゃんじゃんと写真を撮ってツイッターなんぞにね、あげてほしいですわ。もうこちらのお二方がさ、もう私が行った時にはこちらのお二方しかいなかったのよ、部屋に。立ち絵パネル専門ブースみたいで楽しかったです。で、国神くんとちぎりくんのペアはチームカラフルって私呼んだことあるんですけど、心の中では筋肉とお嬢と呼んでいます。で、花柄があんまり見えない子がちょこちょこいるんですけど、まあ、バチラくんとサイくんがそこまで見せてくれるんだったらね、私も多くは望まない。そしてコラボメニューは、君もエゴイスト贅沢サーロインステーキバーガーを食べてきました。こちらのメニューですとコースターが2枚ついてきます。全然美味しそうに取れなかったの、ちょっとこのメニューはまた食べたいのでリベンジします。そしてバチラくんのメニューのこれ缶詰のやつ、バチラのパイナップルクレープも食べてきました。このハート型ポップがすごい可愛いの、もうどのメニューにもほぼほぼついてくるので嬉しいですね。私はこれを全部集めたいです。そしてサイの甘酸っぱいカシスソーダです。ウォークラリーで疲れた体に染みました。そしてリンのアップルブルーカルピスです。これはお友達が頼んでいました。そしてバロバロキュン、バローのミニオムライスです。甘いメニューが多いからしょっぱいものがあるの嬉しい。こんな感じで一部の席がブルーロック仕様になっております。で、緊張してしまってちぎりくんの席は利用しなかった。で、なぎくん、かっこいい。でね、ちゃんとね、みんな分あるんですよ。で、こちらが国神くんですね。国神席もいいですよね。あとね、こちらが三影レオくんの席と、まだいるんですけれども、タイミングが合わなかったのでまだ取っておりません。いやでも2回、あと2回ぐらい行きたいので、取れたら取ってきます。さて、グッズなどもろもろご紹介いたします。こちらはウォークラリーの時のそれです。浅草杯セレクションなんですけれども、5つのセレクションに挑戦しよう。すべての挑戦をコンプリートしたら、メダル風カードを1枚プレゼント。1から5までのセレクションを好きな順番で挑戦していこう。目指せ浅草杯制覇。ちょっとスタンプが押してあるから見えづらいんですけれども、1からまあグッズを買いましょうと。で、2番が、なんだろう。多分ね、ウォークラリーを頑張ろうみたいな感じです。で、戦う準備はできているか。目指せ。競技の結果、おそらくガラポンです。ガラポン入れるとスタンプ押してもらえます。で、あとはセレクション4。そうですね、ナギくんとイサギくんのアナウンスが聞こえるアトラクションがあるので、そちらを体験するとこちらのスタンプが押してもらえます。そしてセレクション5、浅草杯コラボフードを食べよう。食べてました。こちらすべて制覇するとメダル風カードがもらえるんですね。
こちらのベナルは選ぶことができたので、もちろんちぎりくんにしましたよ。そしてこちらも等身大かミニキャラか選ぶことができます。ゴール特典ボイスカードなので、まああちらで素敵なボイスが聞けるわけですよ。素敵なボイスが聞けるけれども24時間なんですよ。だからね、いつ聞こうか悩んでる。で、今回そんなにグッズを買っていないんですよ。ほら、ちぎりくんのこの等身大のアクリルスタンドと、あとミニキャラと、あとキーホルダーですね。で、お買い上げ3000円ごとに一つ特典がついてくるので、この時ばかりはお買い物上手でしたよ。9040円とかだった。行ったらね、また欲しくなっちゃうと思うから多分追加される。で、この度私は、そうですね、リンクの前ではしゃぎまくっていたから、まあ、リンク率は多少下がっている現状です。本当にね、被らなければ大丈夫。被らなければ大丈夫。マジでお願い。よろしくお願いします。バチラくんが来てくれました。バチラくんがいない悲しみとかマジ半端ないから。ありがとう、来てくれて。私、ナギくん率微妙だった気がするけど、今回来てくれたよ。ガシャポンオンラインでたくさんナギと一緒を引いたからかな。ありがとう。モタイはちょっと浮気が過ぎるから、等身大アクリルスタンドは、ちぎりくんだけで我慢しようと私は思っている。でも、ミニキャラはそうでもない。好きなように買う。で、こちらの3名なんですけれども、そうですね、右頬がぷっくりしていて可愛いなと思って買いました。でもね、よくよく見るとね、右頬可愛い子がまだいるのよ。ね、行ったら買っちゃう。それではブックマーカーも3つあるので開封していきます。やった、イングランド組だ。ちぎりくんが来てくれた。おかしいぞ、そんなはずがないのに。なぎくんが来てくれてる。おかしいな、そんなはずがないのに。レオくんはよく来てくれる。私、なぎ率が 80% か 0% の人間なんですよ。今回80来たぞ。で、無条件で、ちぎり率は悪い。低い。で、レオビはバランスがいい。嬉しい。イングランド組好きなんだけど。今度行くときイングランド組で行こうかな。今回はヌイはね、9体ぐらい連れて行った。引率のアンリちゃんも含めて行ったから、9体ぐらい連れて行った。うん、マジ大所帯。こちらのコースターも6枚ほどあるので、開封していきます。まあ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 、私にしては被っていない。しかも、イサキくんはお友達からもらったので、まあ、私にしてはバランスがいい。で、最近気づいたんだけれども、もしかして、リンくんとサイくんがいる時って、私、サイくんの方が来る気がする。お兄ちゃん強いな。でもね、その証拠を出すための動画がまだ2つほどできていない。なんて遅いの？もし気のせいだったとしても、愛しブラザーズ率が高いの。で、こちらがガラポンの景品です。B 賞が1つと C 賞が4つ当たりました。まあ、何が欲しいかというか、課金をしたかったモタイは、そう、またやってくれるかもしれないから、来年でもいい。今、12月なのに、来年でもいいってどういうことだろうね。で、B 賞は柄が選べるので、ちぎりくんにしました。キラキラしてます。愛しブラザーズが強い。で、キングが結構律儀に来てくれる。そして、レオピも定期的に来てくれるから嬉しい。結構ね、みんなキラキラしてるんですよ。愛しブラザーズね、本当にいつも来てくれるの嬉しい。ありがとね。でも私の前で喧嘩はしないで。どうしよう、イングランド組を連れてまた花屋敷に行くか、愛しブラザーズで行くか悩みますね。食べ足りない、遊び足りない、課金し足りないので、また行ってまいります。